はい、どうも、百均です。今回、ワッツに行ってきました。今日気になった商品、こちらになります。LED 付き三脚扇風機。こちら価格税込みが770円の商品で、扇風機なんですけども、ちょっといつもの扇風機と違って、足がね、こういうくねくねした形の三脚になってる扇風機。これまた珍しいタイプだなと思って気になって買ってみました。色はね、何色かあったんですけども、今回まあ、このくすみブルーという、ちょっと青っぽいミント系のカラーですかね。これを今回僕は購入してきました。LED 付き、どんな風に光るのか。ちょっと前に紹介した LED 付きのやつとかだとね、ちょっとゲーミングチックなライトだったんで、ライトの色がどんなものなのかとかね。まあ、あとこの三脚がどんな感じで使えるのかとか、そのあたり確認していこうと思います。電源はここにもあるんですけど、リチウムイオン電池という充電式ですね。で、こちらがね、松野工業株式会社さんの商品になります。セット内容ですけども、扇風機と USB のケーブルが入ってるということです。で、電源ボタンを押すと切り替わって、弱、中、強と3段階変わるみたいですね。で、あと電源ボタンの長押しでライトのオンオフができるということなので、まあ、ライトが必要な時と必要じゃない時に切り替えもこちらはできるということで、このあたりはいいですね。対象年齢は7歳以上。材質はポリプロピレン、ニトリルゴム、スチール、LED。サイズ、扇風機が 21.5cm×9.5cm×4cm。付属のケーブル、USB のケーブルが 50cm ということです。入力電圧、電流は 5V、0.5A。内蔵電池がリチウムイオン電池の 3.7V、600mAh。消費電力が 2.5W。USB のケーブルですが、タイプ A とマイクロ B ですね。風量調節が3段階、弱、中、強とあり、充電時間が約 1.5 時間から2時間、連続使用可能時間が60分から90分ぐらいということのようです。でもまあ三脚のタイプなんでね、横にもあるんですけども、便利なくねくね三脚、高さの調整も曲げれば可能で、こういうポールとかに巻きつけていろんな場所に取り付け可能。曲げ方次第ではスマホスタンドにもなるということです。じゃあちょっと中開けて実際の商品見ていきたいなと思います。借金に現物、中の商品こちらになってまして、まあ USB のね、これがマイクロ B のケーブルです。現物がこちらなんですけど、まあ毎回思うことは、やっぱこのタイプのね、商品、色違いとはいえ、大体ケーブルが一緒なんでね、本体とケーブルの色がね、合ってません。そこがね、いつも思う残念なポイント。できたら一緒の色がいいねなとは思うんですけど。で、これね、もう電池、中多分入ってるんでしょうけど、リチウムイオンのこういう多分乾電池みたいな形のものが中に入ってるのかなと思うんで、こういう、絶縁シートが入ってますんで、使う前にこちらをまず抜いて、これで使用可能です。で、これが今回の、くねくねの三脚なんですけど、思ってたよりもこの足が結構しっかりしてる。結構ね、固めなんですよ、このくねくねが。だからこういう安定感はありそうな感じです。で、こういうスポンジみたいになってるんでね、クッション性のあるもの。なのでこの状態だと持って使うっていうことも十分使いやすい。そんなにね、くねくねしないんで、柔らかくもないからしっかり持てます。で、見たら羽が3枚ですね。三脚広げて、こうかな。こうやって置いて使うこともできますし、角度もこの足がくねくねするんでね、まあある程度自在にすることはできると思いますし。まああとね、ここの付け根はね、このタイプ結構力急にグッと入れちゃうとすぐ外れちゃうんで、そこは要注意かなと思います。で、三脚自体はね、ここにね、ビスで止まってるんですよ。だからこのビス外してしまえば、なんか他の使い方ができるのかな。よいしょ。ちょっと外してみますね、一個。ああ、こういうタイプで繋がってるんですね。よくある三脚とかに繋ぐとかは、やっぱできなさそうかな。こう、ただ刺さってるだけですね。ということで、元に戻しておきます。ちょっとまず充電した時になんかね、違いがあるのか見てみましょう。ちょっと付属のケーブルじゃなくて、普段日常使ってる、マイクロ B ですね。ケーブル持ってきたんで、これちょっとつけてみます。
ランプがつくとかはなさそうですね。ランプがついたりはなさそうで、アダプターからの充電してる状態の数値としたら、これぐらいの数値で充電しているみたいですね。結構出力というか出てる気がするな。大丈夫？ケーブルの問題か？ちょっと付属のケーブルで試します、ちゃんと。よいしょ。アダプターにつけてる状態は 5V だけですね。ここにケーブル挿してみると、あ、やっぱ使ったケーブルの問題か。一応今、付属のケーブルで試すと、5V、1.7W ぐらいかな。こんな数字になってましたね。扇風機の方実際ね、試してみようと思うんですけど、まずここが電源ボタン。単押しすると扇風機が回る。長押しで LED のライトがつくということなので、まずは扇風機の方をね、チェックしてみようと思います。まずジャックです。うん。で、中。で、今日という形で4回目切れる形なんですけど、どうでしょうね。ちょっと音が気になるかな。羽の音というよりモーター音って感じなんですよね。これ、この音ね。なんかね、モーターの音がとノイズみたいなのがちょっと気になるかな。羽の音だけって感じではないですね。ね、ちょっとモーター音、羽の音よりはモーター音の方が気になる感じかなというところです。じゃあ50センチ離した状態でね、ちょっとまた風の方確認してみますね。風車の回る力を確認しましょう。これが弱でもね、なんか結構他のに比べてよく回ってる気がします。これで中です。で、今日、はい、風車のね、回るあれだけ見てたら結構風量強めな気はしますね。風速計でね、いつものように試してみましょう。だいたいいつもだとね、弱で3メーター、まあ中で4、まあ強で5メーターっていうね、秒速5メーター、まあ3メーター、4メーター、5メーターぐらいがなんか目安なのかなというふうにいつも思うんですけど、試してみますね。これまず弱からいきます。あ、でも弱でも3メーターで普通ですね。ね、約3メーターぐらいなんで、そんなに風速が強いわけではない。中でも、ん？ああ、中でも4メーターいかないぐらいか。え、思ったよりいかないですね、風速で測ると。4メーター、今日でも4メーターいかないぐらいなんで、そんなむちゃむちゃ風強いわけじゃないんですけど、さっきの風車っていうんですかね、風車の、回り方だけだとよく回ってたんですけど、あ、でもそうか。あのね、実際の風自体はそんなに強く感じないんですけど、結構広範囲に広がってる風はあるかなっていう感じですね。はい。これまあ今今日なんですけどね。手で感じる風圧っていうんですかね。風の勢いはそんなむちゃむちゃ強いっていう感じはやっぱないですね。だからさっきも風速計、こっちで見る感じでもね、ジャックは通常通り同じぐらいなんですけど、今日にしてもそんなによくある中ぐらい、4メーターぐらいまでの風速、まあ、秒速4メーターぐらいの風しか吹いてない感じでした。で、ただ結構広範囲には届いてる感じはするんで、まあ、50センチ程度だったら風車のね、羽も勢いよく回ってたのかなという感じです。まあただもうちょっとモーター音気になるのがちょっと残念かなと思うところではあります。で、あとね、LED という、ここに長押ししたら LED つくということで、ちょっとまずライトつけてみますね。
普通に明かり通しての白い LED のライトが2灯つく感じということです。ちょっと部屋暗くしてみましょうか。どれぐらいね、暗い中でも光るのか。今度ちょっと暗闇での確認してみます。では、ライトつけますね。こんな感じなんで、夜間に使うとか、そういう懐中電灯的な使い方は難しいですね。ちょっと気持ち、こう扇風機がどこにあるのかがわかる程度の明るさってとこかな。まあ見てもらっても、僕の手がね、ここ映ってますけど、この程度しか光らないんで、まあ、ただ、目安、だからキャンプとかね、ああいうそういった時にアウトドアで使う時には、まあ目安としてのね、扇風機がここにあるとか、ポールがあるよっていうのを、まあ目安にはなるのかなですね。だからキャンプとかにはいいかもしれませんね、扇風機。このポールにね、アーム巻きつけたりできるんで、アウトドア向けにはなるかもしれません。まあ明かりはこの程度のライトしかつかないです。長押しで消える。まあ、なんかこのアームがね、ほんといろんな角度になるし、このタイプだと三脚でもそうですけど、結構いろんなとこに巻きつけれるので、キャンプ行った時とかにはね、タープのポールにとか、テントのポールとか、まあそういったとこにも取り付けは可能かなと思いますので、まあアウトドア向けにはちょうどいいかもしれませんね。ね、まあ、さっきも、パッケージにもあったように、まあ、角度さえ決めてしまえば、いろんなね、スマホスタンドにもなるし、まあ、いろんな置き方、全然できます。手持ちもできるしね。で、結構硬いんですよね、この、くねくね、三脚の部分ね。で、クッション性もあるんで、まあまあ、こうやって手持ちにするのも問題ないし。このあたりはね、すごくいいなというふうには思いました。まあ、個人的にちょっと残念なのは、このモーター音がちょっとうるさいなと思う部分だけかな。今こう触ってて思ったのは。まあデザインもね、この色も悪くないなと思うので、まあ、モーター音さえ気にならなければ悪くないグッズじゃないかなと思いました。ちょっと値段高めですけどね、770円ということで。夏場には音さえこの気に、モーター音気にならなければ夏場結構使い勝手は良さそうな、まあ、特にね、キャンプとかのアウトドアに使うには便利そうなグッズかと思いました。充電式ですし、車とかでも使えたりできそうですね。ということでね、こちらが、まあ、ジャンコードになります。松野工業株式会社さんの商品ですね。気になる方、ワッツの方に並んでおりましたので、そちらチェックしてみてください。まあ、ヘッドもこう、くるくる回りますからね。まあ、本当使い勝手は悪くないグッズじゃないかなと思うので。ということで、今回はこの辺で。また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。